するしない？どうも、ひなたあいこです。今回の麻雀の匠、ゲストは平賀俊彦プロです。よろしくお願いします。お願いします。クレイジーサムライ平賀俊彦です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。平賀さん、はい、平賀さんといえばですよ、はい、あの日本一の団体を決める麻雀対抗戦、マージャンプロ団体日本一決定戦、はい、はい、そちらで、はい、あの平賀さんの面白さがこう全国にバーッと広まったイメージがあるんですけど。そうですか。でもあれあんまり放送とかは僕1回しか出てないんで、なんかあのたまたまその時めちゃくちゃ調子良かったんで、16回打って8回取ってラスト1回だったんでなんかこんなにつくことあるみたいな感じでめちゃついてたんで半分トップで、ね、半分トップ取ったんですよ。ですぐ400近くかかったんで、なんかそこからあの自身の本も出されて。そうです、本は去年出させていただいて、相性が侍、真っ向侍は真っ向勝負なんですけど、あの片山先生の漫画で真っ向クジラっていうのが出てきて、はいはいはい、真っ向勝負だと侍極限堂ってキャラがいるんですけど、うんうん、それがめちゃくちゃ好きで合わせたんですか。そう、真っ向侍って言ってたんですよ。あ、じゃあもうかなり初期の段階から真っ向侍はいたんだ。あのプロになる前から、はい、で使ってたんです、はい、愛用の長さすごいですね。そうですね、はい、でそれもなんかあのでキャッチフレーズとか考えるときに、まあ、真っ向勝負の侍みたいな感じで僕そういうの名前でやってたんで。やはり平賀さんの麻雀の魅力といえばどじつい攻めがまず私浮かぶんですけど。そうですね、結構攻め屋ですね。攻めるのが好きなんですね。その思考はどこからどういうふうに打ち出されていくのかを今回の匠で暴いていこうかなと思って。暴かれちゃうと。どうですか、自分で考える自分の麻雀ってどんな風な言葉でよく表現されます？僕が簡単に思ってるのは、僕あんまりプロっぽくないなと思ってて、覚えたての初心者の人とかあんまりなんか危険とか分かんないから、やっぱ自分の手に捨てに打ちたい。僕は結構それに近いなと思ってるから、自分の打ち方はプロっぽくないと思ってるんですよ。ただやっぱその他のプロの人と感じては、まあ、あの結構手組みは僕はあんまり変じゃないんです。ただ押し引きはちょっと変なんですよ。結構変わってるんですよ。やっぱこのこれは押しちゃいけないぞってとこ押したりするんで、そのギリギリの押しが今回も見れるかもしれない。見れる可能性は高いですね。でもそのプロっぽくないという言葉を選びましたけど、はい、しっかり勝って A1 リーグですからね。そうですね、まあ、でもプロっぽくなくて勝たなかったらもうただのお人ですからね。マジで。いや、強さの秘訣をやっぱり暴きたいですね。そうで、僕だから結構みんなと話した時に、あ、これ俺しか押さないよみたいに言ってくる。いや、平賀さん下のリーグの子も押す子いるよって言うけど、下のリーグで終わっちゃったらもう誰も知らないじゃないですか。もう誰も知らない人になっちゃうじゃないですか。だからもう勝たないという意味で、僕の場合はやっぱ勝たないとも全然ダメだなと思って、結果は結構断ってますね。わかりました。じゃあ今回も結果もついてくるように頑張ります。はい、はい、今回は M リーグルール、 M リーグルール、はい、赤ありですね。どうですか、何かバランス変えるところとかあります？最高戦ルールと違って、ね、最高戦ルールって僕あらゆるルールの中で一番リーチが強いルールだと思ってます。あの連盟さんのルール、協会さんのルールとか、明かりのルールとか、ちょっとずつ違いますもんね。はい、まあ、一発裏取りなしよりも一発裏取りありが強いのは当たり前なんですけども、やっぱ赤が入ってくると満貫ってなりやすいじゃないですか、はい、でもやっぱ赤がない分だけ点数は作りにくいけど、一発と裏取りはつくからリーチがすごく強いルールで、あの協会さんのルール、麻雀プロ協会さんのルールも一緒なんですけど、プロ協会さんのルールはやっぱりなんかトップを取ることが一番大事という感じで、最高戦ルールはやっぱり順位を取ることが一番大事で、あとは初戦みたいな感じのゲームなんで、最高戦ルールの方がやっぱりリーチの強さが生きてくるかなと思って、やっぱトップを取るためにかわしてとかも入れなきゃならないんで、あの普通のトップ取る。じゃあその協会さんのイメージが強くなるってことですか、赤入りでこの M リーグルール。そうですね、やっぱそのトップの比重が高くなるっていうのと、やっぱまあ、それよりもやっぱり仕掛けの点数をちゃんと見ることが大事。結構仕掛けはやっぱ最高セールだと本一とか、まあ、ドラじゃない限り無視してもいいんです、まあ、2000点とかセールの仕掛けは、まあ、自分の手がある程度だったらまあ無視してもいいんですけど、やっぱそのドラさんです、なんか赤さんですって言われたら漫画なんで、そういうの打っちゃうとやっぱり痛いんで、相手の仕掛けに対しても見極めが必要。そうです。そんなところいろいろちょっと見ていきたいと思うので、平賀さん今回はどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。では早速打っていただきましょう。トーン1曲開始です。皆さん手配を開けてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まりました。平賀さん、チーチャースタートです。はい。これハイパイ取ってあるんですけど、実際僕あのいつも打つときは、うんうん、まあこれハイパイ取らないルールでやることが
ハイパイは自分で取る、はい、出てこないルールで取るんですけど、そういう時僕、まあ、あれ4枚ずつ2トンを4枚ずつを3回取ってちょんちょん取るじゃないですか、僕はその12枚を取るまでをこれ手配を開けないってことをしてるんですよ。よくそうなんですよ、リーグ戦でも一緒に打ってて、はい、ほぼほぼ開けないなと思って12枚で分ける、でも13枚じゃなくて12枚でここで開けて、うん、でだからすぐにポンとか出る、1打目もポンできますよもちろん、でもだ12枚で開けるんですけど、そのやることがここで結構みんなは4枚ごとにこうリハイするんですよ、はい、ってしてる方が多いんですよ。私もしてます。僕は12枚まで来て、で基本しかもリハイしないんで、うんうん、それとすごい余裕があるじゃないですか。僕がやることは3個目取るときに結構人の3人の顔絶対見るんですよ。あ、え、よ、それでもう結構対局者の情報になる、情報もあるし、この人結構どんな感じかなと思って情報がないときは相手をとりあえず睨んでおきます。俺もやるぞっていうふうに睨んでるんですか。睨んで、それに集中して、もう本当に戦いなんで。なるほど、はい、今回はすみません、自動ハイパイ、自動ハイパイ でしかもこれもリハイしてあります、はい、リハイ結構遅いんですよ、まあ、それは遅いんですけど、リハイしながらで結構あの番組によって違って、最高戦の時は基本的にリハイ途中でしながら打ってもいいんですけど、モンドとか RB とかリハイなるべく一番最初にリハイしてから打ってください、第一で打ってくださいって言われるんですよ。最高戦は違うんですよ、はい、今日はモンドと、はい、とかの見てでリハイをと、ね、だからカチカチでもその時になるべく片方の手でリハイしようとして努力します、はいはい、でこれ出来上がったのがこれです前置きが長いじゃあまずどうなるか分かんないで、第1打つ第1打でこれ自敗打つじゃないですか、第1打で自敗がない、ね、ないんですよね、はい、今回僕第1で結構時間かけます、結構ためますって、はい、第1で結構大事な、第1はやっぱり結構これからどういうふうに進めていくか想定するんで、はい、第1は結構ためるんですけど、これはもう自敗ないんで、はい、これは一番最いいのは面単品3、面品3色か、単4は、まあ、ならないんで、ゴロチの面品3色赤になったら一番いいんですよ。そうですね、はい、ただ、うん、勘違いとかでテンパってもリーチは打ちますから絶対。あ、そうなんですか。僕も親でもうリーチするのが一番、もうリーチすごい好きなんで、一刻も早くリーチしたいんで、一刻も早くリーチしてみんなオロオロさせたいんで、すぐにリーチ打ちます。わかりました、はい、じゃあまず第1相撲、第1相撲からですね、はい、落ち着いてください、はい、皆さん相撲満です、はい、ドラマリアンソーです。あ、これ2個になりました、ね、これ頭候補2個になったんで、これヤンカーにも取れるようになりました、ね、まあ、これ9打ちます、はい、はい、まずは9-1から打ちました。私さすがにこれとこれと聞いても泣くことはないです。これ、あ、仕掛けはない、今のところないですね、うんうんうん、はい、これ泣いてもなんかマックスなんか単用ドライチメインの思考は、はい、どの形であれ先にリーチを打ちたいが、まず特にリーチ打ちたいですね、特に親の時一番リーチ打ちたいですね、うん、あと当院局僕降りないんで基本的に、はい、かっこいい当院局降りないっていうのと親で降りないっていうのが2個重なってるんで、これ 2倍ダブトンみたいな感じなんで降りないです、ダブル降りないなんで今ちょっとごめん、何言ってるか分からないけどダブル降りない。なるほど、さあ親で始まったこの回で、うん、まずは降りない宣言がね、入りましたけど、周りの捨て牌の意識でどれくらい持ちます。まあ、これはもう自分の手が良すぎるんで無視ですね。あ、はい、結構な無視、あ、もうしかもなんか流れるように入ってきますね、はい、もうこれぐらいは引きます侍ごめんなさい、はい、これくらい余裕の引きってことですか、はい、そうですね、でこれ一数字入っても勘違いでリーチいきますね。おー、はい、変化は待たない、変化は待たないですね、はい、わたわたした周りが見たい、わたわたした周りが見たいですね、はい、結構ド S なんですね、ド S ですね、これちょっと難しいですね、これ選べるようになったんで、はい、さあどうですか、場も見ると、はい、ドラリアンソー、まあ、これドラリアンソーじゃなかったら僕これ打つんですよ、うんうんうん、でこれってこれ切っていくはずじゃないですか、で6は裏目じゃないですか、6はでも単4になるってリターンがあるんでこれを打つんですけど、それでこれはもうドラ来るかもしれないんで、これこっち打ってきます。はい、でローワンにヤンメになった時はそっち採用するんですか。ローワン、ウーワン持ってきたらこれ切りますね、はい、G1 は G1 はこれ切りますね、はい、あ、G1 振り手残すんですか。振り手残しますね。なるほど、周りはかなり自然な自敗、そして19という捨て牌ですね。そうですね、じゃあこれ来ます。あ、来ましたね、言ってみたら来ましたね、来ましたね。これ振り点でもリーチは、振り点リーチ当然します、はい、あ、そうなんですね、振り点リーチで下ろしてるときが一番気持ちいいんでそうなんですね。そうですね、なんかちょっとな1番になるんですか。1番、あ、3層に地位の声だ。振り点リーチで下ろしてるときと、あとクラシックでイーシャンテナのみんな降りてるときが一番気持ちいいんです壁を聞いています、うん、
そう、想像仕掛けていきましたね、上茶が。これは、これ想像仕掛けて、これ婚姻じゃないっていう世界じゃないですか、うんうん、そうですね。これなんで、まあ、3色かなって思ってます。1、2、3、はい、これも1通っぽくもないんで、嘘を切りましたもんね、はい、早く貼んないかなって思ってます。仕掛けが入りましたが、はい、関係なく、これ無視ですね。早い。これ多分マックスが純茶三色ドライチなんで、はい、あ、打点的に、うん、でも純茶三色ドライチではチーピーちょっとおかしいんですけど、だから三色ドライチが一番多いと僕は思ってるんで、うんうんうん、まあ、そこそこ、まあ、早いインシャンテンぐらいかもしれないけど、なんかそんなに打点は高くないだろうって思ってます。でも両ピンが手出しされました。はい、この3層は一応両層来た時のためですね。そうですね、はい、相手がこう攻めてきて泣きだった場合はその打点によって、まあ、いけるだろうっていう判断の、そうですね、ボーダー決めるんですね、はい、あ、これよく考えたら高くないだろうって言ってたけど赤ありですね、これ。そうですよ今思い出しました、今ちょっと最高戦力だと思って赤あった。いやいやいや、でも赤1個あるんでマックス赤2個なんで。なるほどね、はいはい、そうですね、だからそうめちゃくちゃ安くないかなと。これちょっと考えるところ、ね、あ、どうします。はい、これはバギーね、1枚ですよ。もうこれはこれ切ります。これ切るんだけど、どっちを先に切るか考えてて、3層いい層を払う、まあ、これはとりあえずこっちで、はい、こっちの現物1個残した感じです。ほう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 。で、なんか風層が3枚切ってるんで、サブロ層もあんまりない。換算層、まあ、ギリギリあるかもしれないとか、ペン算層もあるかもしれないけど、まあ、ここにペン算層ないんで、うん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 、トイメンには大丈夫と。ペン層のポンドラです。トイメンがドラさん、ドライポンですね。漫画ありますよ。でもこれ嫌ってよかった、俺正解してる。正解してるけど、ポジティブにいきましょう、ポジティブに、はい、楽しんでる、もう早くも、うん、待て出し通そう。いや、ちなみにさっきこれ引いたじゃないですか、うん、これ引いても多分こっち切ってましたね。その前に、はいはい、これ引いてどっちも振り手の選択になるんですよ。リャンソーとウッパワーの選択になるんですよ。でもウソが3枚見えてたんで、リャンソーはドラなんですけど、なんか普通に待ち多い方残したいなと思ったんで、うんうんうん、ドラポンがある前からでもウッパワーの方残してました。ドラが場にリャンソーが全部見えて、はい、ドラをポンした人とポンさせた人もいるんですよ、はいはいはい、で風呂もあるんで、はい、結構今ピンチになり始めてません？でもチャンスですね。これピンチはチャンスなんで。でこれもうだってもうリーチかけ放題なんで。これ振り手でもまだいきます、ね。いや、もちろん。元気いっぱい。元気いっぱいですね。でなかなか張らないですね。張らないですね。いやー入らない。まだでも彼は行く気だ。今ね、一応ウーピン残して縦引きにも備えたってことですよね、はい、あ、そうです、そうです、そうです、何でもリーチですんで。あ、減ってきましたよ、うん、まあ、でもここは3面ちゃんの振り手の方を引いた方がいいですよ。ロン上がり結構できやすいんで、これさすがにこれ切りますね。はい、かなりご自身の手の進行を重視して進めている中でリーチが入った、はい、あ、ペイのポンだ、ペイ茶だ。ちょっと待って、もうすごいですよ、風が、はい、侍大丈夫、戦えます？戦います。戦すごい勇気がすごい。宝珠は怖くない。宝珠怖くないですね、まあ、あと親なんで、なんか、まあ、俺積もらえてもあんま結構まあまあの点数払うんで、うんうん、トン1局は基本的に降りないです。やっぱり今日の運勢占わないとダメなんで。トン1は運勢を占う場なんですか？運勢占う場ですね。あー、積もられた。ヘイドラ1先輩にしました。700、1300ということで、なんとスタート親が一曲で打って元気なくなっちゃった。なんか現物でこれ打ったから、なんか3色にならない方でなんかちょっと休めるつもりでラッキーだな。そっか、関連ワンだと高いですね。なんだってペイ、チャンタ、3色ドライチです。そっか、僕3ワンしか打ったことないですけど、これで9ピン積まれてちょっとラッキーだな。今ちょっと親落ちちゃったし、うん、これこの人点数と機会に大事なものを失ったなって思って。では皆さんの手も開けてみていきましょう、はい、さあリーチはサブローワン待ちでした、うん、そしてドラーさんのトイメンもイーシャンテンですね。イーシャンテンでこれ間に合いましたね。ちょっとそうですね、でもこれ間に合わないかもしれないですね。これは間に合わないとアウトですよ、はい、こっちからアンコールみたいな。あ、なるほど、確かにパーピンは残ってましたね、1枚。
さあスタートちょっと親かぶりで減ってしまうという立ち上がりになりました、はい、頑張りたいってねおっしゃったんですけどちょっと切ないですか。あでもなんか包重よりも積まれた方が安いし、なんかあの、まあ、普通にあの何も考えずに結構まっすぐ打ってったけど包重になってないし、まあ、ただスピードがちょっとやっぱテンパってる、まあ、ここはテンパってるか分からないけど、まあ、テンパ上がったりとか、まあ、テンパ上がりじゃないですか、まあ、ちょっとスピード追いついてないなって感じです、ね、それは運勢的にどうなんですか。運勢的にはまあちょっと考えようかなと。あんまりすごいいいわけではなさそう。いいわけではなさそうなるほど。しかも本当はこれは見えないですよ。これは見えこれしか見えないですよ。実際はこの人たち手挙げないんで、あの、はい、教室の人じゃないんで、おばちゃんが私これだよって言わないんでこれ見えないんでもうこれで、でもあこの人今打ったか、うん、そっちね、そっち系ねっていう風な感じでこの二人はちょっとわからないですね、うん、実際はね、うん、でも今回は匠なので開けさせていただきました、はい、でこの人しかもなんか、ね、これ700点300じゃないですか、うんうん、でこの人1700点であるって自分の線この人のマイナスしてるから、うんまあ、こいつこの人でもドラム切ってリーチもしてるからこの人も結構パワーファイターだなって。あ、様子を伺ってジャンプ込みで。そうですね、あ知らない人なんで、うんうん、知ってる人知らない人知らない人当院局でその様子も伺ったということですね。そうですね、でもあんまり買えないんですよねあんまり伺うけどやっぱり自分に対応させたいんで、ただまあそれ情報はインプットしてますけど一番自分に注目してほしいんで。浦さん一回深呼吸してもらっていいですかまあでも次回からは子供になるわけですよ。親が流れたんで、はい、どう戦っていくかまた違う平笠が見れるかもしれないし、見れないかもしれないし、はい、次回も皆さんお楽しみに、はい。